あ、どうも。あ、どうも。いやまだ小太郎さん、ええ、もう1ヶ月も経つのに、ええ、武道館の疲れが抜けてないようで。まだね、抜けてないしね、うん、武道館の打ち上げまだ続いてるんですよ。長いね。まあほら、友人たちがさ、あ、そうかそうか、まあ、お疲れってやってくれるじゃん。やってくれるね。それがまあ、近いところだと明日もあるし、来月も予定されるんですよ。もうなんかこう、すごいもう会社辞める人みたいになってるね。そんな感じなんだよね。専務。原さん現象だよね。なるほど。原さんって、原社長、コロンビアの元、うん、コロンビアのね。あの送別会の日さ、うんうん、原さんもう帰り強制的に車乗せられちゃったじゃん。もう、ベロベロになっててね。それでもう、さよならご苦労様でしたみたいな感じで、あの時原さん最後なんて言ったか知ってる、明日も会社行くよっつって。残務せよ。そうなんだ。まあでもね、積み上げて積み上げて武道館やったんだから、ちょっと引きずった方がいいんじゃないの。まあ一応ね、うん、DVD のリリースもあるんでね。まさにね、今ね、うん、俺にらめっこしてるんですよ、映像とにらめっこ。いや大変だね。大変なんだよね。全く分かんないんだよね、あれ。難しいね、やっぱりね、カット割りってやつ。そうだよね。もう顔写してさ、横から写して、ね、客写して、どのタイミングでさ、そうなんだよ、どうやってったらいいか分かんないじゃん。出るからね、編集で。え、編集で出るからね。編集で出るじゃん、しかも。それにさ、小田君、明るさだったりさ、そうね、色だったりさ、そうだよ、もうね、キリがない。だってインスタグラムの投稿するときの写真のフィルターだけだって迷うんだからさ。それやってるぐらいってさ、うん、迷ってたらさ、うん、小田君、あの映像全部2時間半やってたらさ、でしかもさ、別にそういうのなんて好きな DVD とかあるからさ、うん、比べちゃうでしょ、自分たちの作品も。そうなんだよね。そうするとさ、凝っちゃうじゃん、ついついやっぱり。俺もね、フー見たりブラー見たりしてね、しかもでかいところ、ね、見てんだよね。なるほど。ハイドパークとか。そうするとさ、もう止まんない。そうなんだよね、うん、ストーンズとかね、いい時に客の顔映してすんだよな。うまいよね。またね、いい客を目つけてるんだよね、まあ、序盤からね。あれ最初からこうやって追ってんのかね。そう、追ってんだよ、絶対追ってるよ、ね、あいつが使えるってもうね、多分あると思う。なるほどね、うん、まあね、あのみんないい人だったよ、来てくれた人はね、うん、で、まあうちのさ、これカメラマンのセンスのせいにしちゃうよ、小田君、うんうん、抜いたいがみんなマスクしてる親父ばっかりやってるんだよ。もうね、なんてもう競り合ってるのか馬券場にいるのか分かんない瞬間があるんですよ。なるほどね。もうここ築地なのみたいな瞬間が、これちょっとロックコンサートにね、ちょっと不向きだなっていうシーンがね、多々ありましてね。使えないね。うん、まあいいんですよ、見に来てくれた人がね、楽しんでくれてる感じは分かるんだけど、うちとしてももうちょっと下にもアピールしていきたいじゃない。そうだね、うん、もうちょっとさ、こう海外のコンサート行くとね、はい、やっぱり小田君さっき言ったように最初から狙ったかのようにさ、そうそうそう、ね、俳優さんみたいな人が映ってるわけじゃない。ストーンズのさ、ハイドパークの一番新しい DVD だってさ、うん、ライブ始まる前にさ、うん、客をさ、一、うん、人ずつ抜いてるからね、あの、なんか撮らせてくださいみたいな感じで。あ、そう、うん、で、かっこいいさ、なんかさ、うん、その、うん、いかにもロック好きなおっさんとかさ、はい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 、ちょっと若い女の子とかさ、はいはい、静止画でこう、何秒か、うん、止まって、ちゃんと10人ぐらいとか、うん、凝ってるね。なんかちょっと、それがさ、なんかちょっと泣けるんだよね。あー、わかる。だってさ、あの、うん、ハイドパークのザ・フーのさ、うん、まあ、とりあえず最新版の DVD じゃない、うん、あれだってベスパに乗ってるおっさんをスローで撮ったりさ、ありえないようなさ、背中にザフってかっこよく書いたらさ、じいちゃんみたいなのを着てるおじちゃんとか撮るじゃん。泣けるんだね、あれがスローモーションで見てるとね。あの A ちゃんのさ、なんか行ったじゃん、あの遠くまで、うん、周年で、うんうん、その時さ、リゼントハゲしたじゃん、みんな。ハゲした。あれがなんか泣けたんだよね。なるほど、逆にね、うん、うちも必要かね、小田君、そのグッときちゃったんだよ俺。マスクの親父はマスクがね。マスクの親父たち、マスク取ってよ。そうなんだよ、マスクぐらい取ってよって、ね、マスク取ったらさ、別にね、うん、ね、いいけど、マスクされちゃうとさ、なんか仕事してるっぽいんだよね。風邪流行ってるっぽいじゃん、なんか。本当にそうなの。マスク率めちゃ高いよ。だって今みんなマスクしてるじゃん。また今最近またインフルが流行ってるからさ、季節外れになってるからね。だってほら、この前さ、うん、ピーズにさ、うん、あのほら、武道館バトンをさ、はいはいはい、大阪城ホールじゃねえや、うん、ヤオンか、ね、大阪城ヤオンで私に行った時もさ、うん、浦賀の圭介がね、そう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 、インフルエンザで倒れちゃって、そうなんですよ、キャンセルになってたもんね、浦賀だけね。昨日の丸の内線だから俺の車両全員マスクしてる。マジで俺以外。つまりあれなんじゃない、小太郎君、うん、
インフルエンザのさ、うん、予防接種するじゃない、うん、あれがもう完全に切れたんじゃない4月で。それ切れたよ。だからかかっちゃうんじゃない。そうだけど、でも4月はもう菌ないと思ってたんだけどね。しかしこの前の大阪城夜音のさ、うん、ピーズともくんがやってた時のあのイベントは大雨だったね。まあね、しんちゃんいる限りはしょうがないよな。ずいぶんやっぱ当たるね。ボトル君が絶対降るって言ったじゃん、うん、あれ新種類降らしてんの。そうだよ。完全にあんなに降ると思わなかった。もう降る降る、もうどんなピーカンでも降るんですよ。でしかもさ、うん、行ってさ、奴らの出番が近づいてきたらさらにそうね、雨足が激しくなってさ、歓迎してるんですよ。歓迎か。ウーフルズが気の毒になったもん。頑張ってたよウーフルズ。だって雨の中で万歳っつったんだよ。そうだよね。あれは虚しかったよね。大変だったよ。頑張ってたよ。ねえ、偉いなと思ったもん俺、モニターで見ながら。ね、でも親父のヤモンっていうやつやってたんだけど、まあ真心もいたしさ、そうね、なんかウルフルズもね、うん、いたし、友はいるしさ、親父のヤモンってだけあって、こう突然楽屋に行ってもこうみんなあったかく迎えてくれる。あったかいじゃん、みんな知り合いだからさ、なんで今日俺たち歌わないのみたいな気持ちになっちゃうのね。どうしたのなんて感じでさ、そういいや、飲み屋だよ、あれじゃ行きつけど。まああの日さ、俺たちもライブだったじゃん、うん、でなんかあの清水温泉の清水さんがさ、うん、フラカンがほら、圭介が前日にさ、うん、インフルだって分かって、うんうん、キャンセルになっちゃったじゃん、うん、俺たちが来てるんだったらやってもらおうかって考えたらしいよ。やってもらおうかね。そうなんだよ、言ってくれればさ、別に1回歌うのも2回歌うのも一緒だからね。そう別に2人でアコギやってもらおうかね。そう全然いい、全然いい。そうなんだよ、行ってくればいいのに。行ってくればね、ちょっと早めに行ってね。俺だってただ行くより全然いいよ。帰ってきたよね。そう逆にね、うん、ギャラコロッケでいいんだからさ。そう全然コロッケでいいよ。ギャラ中村のコロッケでいいもんね。そうだ、それがやっぱ互助会ってもんだからね。そうロールの互助会の良さを発揮したかったね。ね、水臭いんだよね、意外と。え、水臭いんだよね。水臭いんだよね、そういうところがね。まあでも立場変えたら言いにくいと思うけどね。言われたらやっちゃうもんね。やっちゃいますよ、全然。ギターがしてって感じでね。そう、本当。どうせ行くんだからね。そう。あれがまあ行かないでね、うん、時間も完全にバッティングしてたら無理だけど。そう全然いいよ。ねえ。むしろ発声のためにもね。そう。次はほら、そんなピーズがね、そうだ、6月9日武道館だから、ちょっと応援しなきゃ。そうなんだね。だから6月9日終わるまで俺たちもう武道館引きずんないといけないね、これね。そうだ、武道館っていうね、うん、ワードをね、ずっと武道館このポッドキャストでも言っておかないと。こんにちは、シーズン1の1話から聞いております。はい、初メール、うん、まずは武道館成功おめでとうございます。どうも。武道館に行くので休みますとは言えないので、うん、親戚が危篤になったことにして参戦の予定でしたが、うん、本当に父親がここ数日が山の状態になり、で武道館を断念したと。断念か、うん、まあ父親は無事でしたと。悔しがっていたところ、ツアースケジュールにまさかの見え、うん、もちろんチケットは先行で取りました。前回のメールにもありましたが、うん、コレクターズの見えはフラカンとの対バン以来ですね。あ、そうだね、うんうん、あの日トイレに行きたくて会場の人に聞くとしたら、スタッフさんよりも先に加藤さんがトイレここっとドアを開けてくれ、そんなことしたの。用を足してトイレから出たら、うん、出た後聞かれました。本当かよ。ライブに行き、憧れのミュージシャンに排便事情を聞かれ、緊張しながらはいと答えたのは、うん、後にも先にもあの時のみです。なるほどね。ドハステには最高、もっと早く来ればよかった。ピーズの春さんには、うん、楽屋の窓からの景色が実家みたいで落ち着く。フラガンは、うん、こんなどいなかにライブハウスでいるの、うん、なんでここにライブハウス建てようと思ったのと言われた松坂ですが、とてもいい会場です。チケットが売れずに中止なんてことがないように、うん、お二人の見栄の印象が良くなるように普及活動を頑張りますと。なるほど。共に頑張りましょう、見栄の皆様。なるほどね。そうなんだね。まあでも行くからにはね、たくさん人に集まっていただきたいですよ。そうだね、うん、二度と来ねえと思わないようにね。そうもう、まあ、初めて行くところってそこが怖いよね、やっぱりね。まあね、うん、30年やって初めて行くのか、うん、まだまだいっぱいあると思うんだけどさ。まあいっぱいあるよ ね。ライブハウスはほらね、全国各地にたくさんあるからさ。楽屋原の景色が実家みたいで落ち着くって、その春の言葉が気になるね。もうなんか俺の中で福井が浮かんでんだけど。なんかね、うん、福井のライブハウスのねえ、裏庭っていうか、あの景色はちょっとのどかすぎたよ。まあね、ツアー中ちょっと心休まるけどね、うん、そう、まあ、なんか今やってる NHK の朝ドラみたいな感じになってたもん。あれね、
あれ今日見てねえや。あのミネタ君が出てるさ。あれミネタの髪型リーダーと同じだよねあれ。あれやばいよね。あいつ演技うまいね。だってもうずっとやってんだもんミネタ。ねえ。本当に。ほらメール来てるよ。来てんの？ミネタ君が加藤さんに見えるって。俺に見えるって。うん、髪型がでも同じだよね。俺が出りゃよかったんじゃ、うん、でもな茨城弁喋れねえしな。見えてほらこれ山形じゃない、うんうんうん、で普段の喋り方と全く一緒だもんね。一緒だよね、うん、だでもあれ近いんだろうな多分。近いのかな、まあ、東北ニュアンスが東北弁じゃないもんね山形ってね。あそうなんだ。ちょっと違う、ちょっと違うんだ、うん、あじゃあちょっとやっぱ近いものはあんのかな。なんかあるんじゃないな。だからさスペイン語とポルトガル語みたいな感じなんじゃないの、うん、多分九州の方の方言にも近いとこあるって言ってたもんね。あそう、そうなんだ。なんかあるんじゃない。東北弁な感じはしないよ山形って。うーんちょっと独特のイントネーションだね。またなんかさ三枝君がさ、うん、劇中でさ、うん、なんかホンダの多分カブだと思うんだけどさ、うん、あれにユニオンジャックのさ、うん、旗立ててさ、はいはいはい、走ってるから余計になんか、うんうん俺っぽいんだろうねこれね。それは多分ね、うん、そうしたんじゃないの。そうしたの多分その演出の方がさ気を使ってくれたんだよ。ミレタ君らしくしようと。あ、まあロックっぽくしようってこと、うん、なるほどね、うん、多分そうじゃないの、うんうん、多分そうだよね、うん、そうじゃなかったらちょっと、うん、この東京オリンピックの時代なんでしょ。ちょっとユニオンジャックっていうよりもどちらかっていったら正常期の方がね、そうだ ね、うん、合う時代だもんね。髪型も一緒だし、うん、顔もほぼ一緒。顔もほぼってこの役は加藤さんでよかったんじゃないかと思いますが、オファーはなかったんでしょうか。全然なかった、ね、オファーっていうのはね、そういうことじゃないんですよ。そうなんだよね、裏事情があってあのねそういうこと、そういうこと、似てる似てないの世界じゃない。なんで CM やらないんですかとか、そうなんでそうドラマの演技やらないですかって、ね、みんな気軽に言うんだけどね。そうだよ、なんでそういうことじゃ、そういうことじゃないですから。そういうところじゃ動かないからね、うん、相手もそういうことじゃないですからね。よく言われるね、加藤君ね、うん、もっとテレビ出ればいいのにってね。そうそうそう、そう出たいよ、こっちだって出ちゃいたいですよ。出ちゃいたい、そういうことじゃないから。そうなんだよ、ほんとそう。リーダー加藤さん、お疲れ様。どうも。以前川崎と沖縄にある愛かけカレーについてメールを読んでいただいたPネーム法則改め杖木と申します。はい。先日近所のコンビニに入って雑誌コーナーに行った際、うん、思わずえリーダーと二度見してしまった雑誌を紹介します、うん、きっとリーダーが女装したらこんな感じなのかなと思いました。女装、それではご自愛ください。はい。なんてこっちがみんな髪型だよ。だからなんでこっち側に俺寄せられんのかねみんな髪型ですよ誰これ。おこんよく見るね、この人。ヨーコ、ヨーコ淵上って書いてあるよ。あ、そう。髪型変えないとダメだな、これ。変えたらいいね。ずっとこれで引っ張られるんだよ、これ。そうですね。この髪型なぁ。まあ、永遠っちゃ永遠だよね。そうだね。すげえな、これ。陽子淵上。何もか知らないけど、うん、3月のライオンにリーダーが出てる、うん、先日映画3月のライオン実写版を見て驚きました。実写版なんだ、うんうん、この映画の作品の魅力は何といっても17歳でプロ棋士になった主人公の桐山玲と彼を取り巻く登場人物たちがみんな葛藤しながら成長していく様です。ああ将棋のね、さまざまな立場の人間のそれぞれの思いを抱え取り、うん、触れ合ったりぶつかったりしながら答えを見つけていくというストーリー、うん、ですがこの主人公の親友で、うん、ライバルである二階堂、うん、リーダーにそっくりです、もう頭から離れてくれません、うん、振り払おうとしても内容がリーダーでいっぱいで頭、うん、に入ってくれず、うん、見終わってもリーダーしか一緒に残りません、うん、まさか出演していたとは驚きです。 K さん、どれがそうなの、この人ちょっとかね、サマンキンポよりひどいことになってる、小田君。そうね、うん、この顔、これこんなんなってますか、これいやこれギャグですよ。髪型は似てるね、でもね、見て髪型なんだよね、うん、リアム・ギャラガーってこんな感じだよ髪型。そうね、うん、やっぱり髪型じゃないんだね人間ってそうだね、みんな髪型一生懸命さ気にするけどさ、その髪を収めてる顔をちょっと気にした方がいいね。そうだね、うん、髪切ってもみんな気がつかないもんねそう気がつかないもんねでもさ、うん、絶対髪型めっちゃ気にするじゃんみんな。そうだね、うん、で、ああしてくれこうしてくれ、ちょっと切りすぎたとかさ。いやそれとやっぱ自分の顔にコンプレックスがあるからさああそうか、なんとかしたいっていう、なるほどね、ことだからさ。そういうことか、うん、い
やー言わんとしてることはよくわかるし、こういうのも受け止められる年齢になっちゃったね。そうだね。これさ10代の時とか言われたらすごい傷つくと思うよ。傷つくね。ねえ小太郎くんね。でこの人もともとこういう体格なのかな。ねえすごい太ってる。これ役作りやすら偉いね。あとはすごいと思う。デニーロ超えるね。すごいな。でもすごいなんかあれだよね、見たとか言ってるよね、評価高いめちゃ、俺は見てないけどね。私見てないですよね、将棋がまず俺分かんない。そうなんだよ、俺もなんだよね。やっぱそう、俺ハサミ将棋しか分かんないんだよ。待ってハサミ将棋ってどうやって見ることなんかさ、挟んで取るんだよ。まあ、オセラみたいなもんだね、将棋が。あー、おうち将棋が、将棋を使ったオセラなんだっけ。でも、あれもあったよね、ジェンガみたいなやつなんかわかんないけど。崩すやつでしょ。崩すやつ。あ、あったあったあった。あれも好きだね。本来のさ、だから将棋の使い方じゃないよね。そうなんだよ。俺たちがやってたことって。うん、できないんだよ、将棋。ああ、なるほどね。俺、麻雀がいいなぁ。麻雀はなんでいいの。なんで孝太郎君麻雀ができて、将棋ができないの。俺、麻雀もできないから。麻雀の間は魔力の間だよ。本当かよ。名言だね。麻雀の間は魔力の間。だよ。すごいね。麻雀ほど人を引きつける芸はないよ。マジで。こんだけね、酒飲むのが好きな俺がね、朝からずっと麻雀やってて、そろそろ飲む時間になるじゃない。今日飲み中止でいいんじゃないって言うんだから。あ、そう。やっていたくて。やりたくて。じゃあやっぱ孝太郎が将棋もハマるの。ハマんない、ハマんない。なんで？違うもん。麻雀、まずね、麻雀やりながら食うラーメンのうまさね。あ、そういうことなの？いや、そういうことっていうか、まあ、そういうこともあるし。何がいいの？じゃあ、魔力の魔の、その魔力をさ。時が経つの忘れるもん。あ、そう。へぇ、で、そんだけ夢中になっちゃうんだね。バック・トゥ・ザ・フューチャーをね、2時間見たら速さより速い。そんなに楽しいの？そうなんだ。あれを超えるね、遊びはないね。俺だって麻雀と出会わなかったら俺だってね、リリートで出した可能性あるんだよ。なんで？どういうことちょっと説明してよ。聞いた、練習しすぎて。練習しすぎて。あ、適度に、そう。お休みを麻雀でいただいたから、ピート・タウンゼント行ったけど、そうそうそう。麻雀がなかったらもうギター好きすぎて。そう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 。はぁ。じゃあ浅田真央ちゃんみたいにもう26歳で引退しちゃった可能性あるんだよね。あるんですよ。だからやりすぎてなっちゃうんですよ。はあ。でもやっぱりギターより麻雀の方が面白かったから。なるほど。麻雀のまあ魔力のまあ。ところが麻雀4人揃わないとできないんですよね。バンドと一緒なの。ここが難しいところなんですよ。なかなか4人と揃わないんですよ。で、こうするとさ、その麻雀におけるさ、4人がさ、ジョン・ポール・ジョージ・リンゴみたいなさ、いい力関係になった時もあるの？ありえないで。ありえない。ありえないで。ありえないんだ。ありえないで。どうなんの？ボコボコにされるのじゃ一人ボコボコになる場合もありますよ。ああ、そういうパターンが多い。うん、あと三コロつって一人勝ちのやつもある。あ、三コロっていうのは何？三人が殺すの？そうそうそう。三コロ。いいでしょ。三コロっていいでしょ。いいでしょ。三コロっていうの。うん。役の名前とかもね、いちいちいいんだよ、イーペーコーとかね。いいじゃん、イーペーコー。なるほど。うまそうじゃん、なんかもう。なんかうまそう。中華料理店、イーペーコー、イーペーコーテーションとかいいでしょ。いい、イーペーコー。なんかキクラゲ入ってそうだよね。そうそう。リュウジションでつけるって感じでさ。あ、いいね。いいのよ。いちいちネーミングもいいんだね。かっこいいんだよ。国士無双とかさ。あ、国士無双ね。国士なんか技っぽいよね、なんかね。麻雀の間、魔力の間ね。俺、ポンっていうのがあるんだけど、うん、あの相手の牌をね、うん、ポンってもらうんだけど、もらうね、それで、俺の言ってた小料理屋のマスターがね、うん、ポンと正月って言ったんだから。そういう、そういうね。ポンと正月。いいね。そういうことも起きるんですよ。めっちゃ人生が楽しいんだろうね。一人ごとでね。なんか泣くっつうんだけどね、そのポンとかチーとかやるとかのやつ、そうするとさ、言い訳でに泣きたかねえよ、泣きたかねえよって一人言ってるやつとかね、なるほど、いるんですよ。孝太郎君、ジャンキーを上回る映画作れるね、ポンと正月。作れるね、ポンと正月。ポンと正月、主演、古市孝太郎、これ、いけるよ。いけるね。ポンと正月作りてえ。ポンと正月、いくよ、これ。ポンと正月ね。マスコも入れてさ、いいね。使えそうなやつ、みんな呼んでさ、ご助会から。ポンと正月。ネーミングとしてはいいね。いいでしょ。ポンと正月。ただね、正月ってね。もうポスターが見えるもんね、小太郎くんね。いいね、ポンと正月。ポンと正月。あんま
麻雀すっげえやりて、もう絶対作ってほしい。ポンと正月。あ、俺一回麻雀好きすぎてさ、うん、東口のさ、ジャンソーでフリーで打ちに行ったんだよ。はいはいはい。で、フリーで打つとさ、まあ、メンバー探してくれるんだけど、なるほど。奥のソファーでさ、うん、寝っ転がってたおじいさんが起きてきたんだよね。それで、俺、ちょっと待って。え何、もう、待機してたの？待機して眠って。これ勝てる気がしないの。なるほど。出たよ。地打ちみたいな出たよ。二十歳だよ、こっち。やばい。これはもう、ケツの毛まで取られるんだと。で、どうしたどうなったの？逃げた。逃げたんだ。帰ったよ。やっぱいいやつって。やっぱそうなんだ。あんなのに勝てる気がしないよ。じゃそのシーンだってこうだけど、ポンと正月で使えるじゃん。オープニングだね。オープニングだよ。オープニング。うん。ね。オープニングいいね。17歳の孝太郎君とかが入ってってさ、うん、ジャンソーにフリーで、イライラしながらね。うん、ジミーが浮かぶよこれ。そうだね、うん、着物の和服のおじいさんもう重くな奥のソファーで寝っ転がってたやつが起き上がってさ、なんださんとか言ってうーって起き上がってさ、すげえ冗談じゃねえよと思ってZ みたいに言うでしょ。冗談じゃねえと思って、面白えな。それに店のメンバーが入ったとしたらさ、それこそイチコロだよこれ。イチコロ。いや本当にそこからこうでも参考になりやがるみたいなさ、最後ねストーリーだよ、ね、ストーリーでポンと正月で、こうでもほらジャンキー出たじゃない、うん、ジャンキーっていうさ、うん、あれはさ、うん、どういう話なの。ジャンキーっていうね、うん、あの桜井翔一さんっていうね、うん、伝説の無敗の男がいるんですよ。無敗の男がいた、はい、その人の話なんでね。あ、そうなんだ、うん、割とこうシリアスなあれなの、そういう面白い感じだね。第1話はさ、シリアスとちょっとユーモアと半々ぐらいだったけど、うん、新ジャンキーになるともう激画になっちゃうね、うん、あ、そう、激画になっちゃうんだ、うん、そうか。もうなんかさ、普通にさ、うん、上がるときロンって言うんだけど、うん、最初はロンとか言ってたんだけど、うん、もう最後のロンみたいな。なるほどね。もう吹き出しがね、もうバーッと。1位だから、マージャンやったときにさ、うん、俺ら仲間内でさ、ジャンキー打ち流行ったもん。うん、ジャンキー打ち、うん、で、いちいち、チーッ。なるほど、1位打つときにね。打つときにね。いいなぁ。ポンと正月も頭から、もうこれ離れないわ。作りたいね、マジで。NHK の連ドラ持ってったらいいのいいんじゃないのか。でもいや、ギャンブルものはね。あ、そうか、 NHK でダメか。そこは将棋と麻雀の差なんですよ。なるほど。でもさ、よく俺なんかやっぱ飲み屋の人と麻雀打ってたからさ、うん、もう朝までやって店とかさ、終わったらやるじゃない、はい、やるね、朝6時やるね、やるね、うん、俺早起きして俺の場合行くんだけど、苦、うん、じゃないもんね、早起きが。あ、そういうもうすごい。前の日寝る時からさ、もうワクワクしたら寝れないんだよ。こんなこと遠足でもなかったことだよね。そうだよね。だって小田君あれだもんね、あのほらポール・ウェラとやったさ、うん、あの野外フェスの時にさ、うん、待ち時間まで小田君ずっと待ち合ってたもんね。そうで、小田君出番だよっつってね、うん、ちょっと待ってよっつってね。そうあ、やっぱそう、魔力だね。魔力だね、麻雀は。麻雀に行くとさ、ジャース行くとさ、うん、だいたいアイスコーヒーとかサービスくれるんだけどさ、ね、あそこにどうするって言うと、ありありって言うとね、ミルクと砂糖両方入んだよね。何入り？あり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 。それがミルクありの砂糖ありなんだ、うん、それ麻雀のルールでもありありって言うと、うん、クリータンありとかいろいろあるんだ。全てがそのね、隠語で成り立ってんのね。そうなんだ、業界用語。すごいな、すごいね。だから俺中学の時に、うん、麻雀で一曲作ったんだよ。なんて曲作ったの？麻雀ブルース。そのままじゃねえかよ。そう、サビがリーチ一発ずつも純ちゃん三色ドラドラっていうんだよ、うん、サビが、うん、サビがね、うん、バイマン。そう、バイマン。そういうサビだったんだよね。マジで、うん、くだらなすぎるんだね。くだらない、よくわかんない。マジでやんないから。まあそんぐらいね、人を狂わせるんです。前言ったじゃん、こうだろ、俺薄鴨の前でさ、うん、なんちゃら三連単って歌歌ってるおじさんがいるって。三連単はこれ馬の話だよ。馬の話だよ、うん、だからそれぐらい、うん、だから、うん、馬やってないと分かんないって話でしょ。だからさっき、そうだね、マージャンやってないと孝太郎君のマージャンブルースの、そうだね、の凄さは分かんないってことでしょ。これマージャン、もう競馬もやんないから、そう、三連単よく分かんないんだけど、夢の三連単。そうだね、夢の三連単ね。三連単と抜くの怖いから。俺三連符なら知ってるけど、三連単は知らないからさ。そういうやつはもうさ、うん、毛並みで見るからね、馬を。毛並みで馬を判断できるの。そうだよ、あの印刷屋の大淵なんて、うん、その旧車の経済状況で見てるからね。ああ、なるほどね。奥まで。そうだ。ってことはね、もう餌のなんかあれまで見てるってこと。ここにかけてくるはずみたいな。なるほど、そうなんだ。そうだよ。すごいね、やっぱマニアっつうのはね。すごいよ。小
タクに聞かせたかったな、ユアの巣鴨の前で夢の三連単ここでも覚えてんだよね、たーんって上がってその後がラップっぽくなんだよ、なんとか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 みたいになって夢の三連単いいね、すごいんだよ、すごい歌いっぱいあんだよ、そっか、まあ人狂わせるよ。もうすぐツアーが始まりますが、はい、ザ・コレクターズの22枚目のアルバム、ロールアップ・ザ・コレクターズ、絶賛発売中です。発売中ですね。はい、そして、ザ・コレクターズ・アンソロジー、サーティース・アニバーサリーブック、うん、発売中です。発売中。プレイヤーベスト、アイゾー版ザ・コレクターズ・ギアブック、完全限定3000部、これもうないんじゃないの？うん、おそらくね。うん、まあ、とりあえず、残りはずか。はい、発売中です。はい、アルバキロックフェスティバル4月30日に私が出ますね。また行くんだね。ヒロシちゃんともやるし、ピーズの30周年にも出ます。お、6月7日武道館ライブの映像作品が発売されます。うん、ザ・コレクターズライブアット武道館、マッチョブザ・モッツ、サーティスアニバーサリー20173月1日、うん、はい、DVD&CD、はい、ブルーレイ &CD2 タイプ、はい、2タイプです、ね、はい、そしてツアーが始まります。6月10日の渋谷クワトロから11月3日中野サンプラザまで、うん、過去最多32公演。なるほど、すごいですね。うわー、見るのやだなこれ。はい、まあ、いろいろありますが各自お願いします。はい、お願いします。このポッドキャストはスタジオ MOG の音楽誌ジョナスのサイトからダウンロードできます。うん、写真館アーカイブもありますね。毎週水曜日更新、よろしくお願いします。はい、 P メールはブクロ24@gmail.com お待ちしております。はい、それではまた来週お会いしましょう。はい、ドゥザダウンロード、ドゥザダウンロード、池袋。